はい、とさん TV のとっさんですこのチャンネルはですね人生の一コマ一コマにある何でもないシーンを切り取りながらそれを皆さんとですね共有していってぼーっと聞けるようなそんなチャンネルにしていきたいと思いますよろしくお願いしますで、今日はですね私の兄についてお話をさせていただきたいと思います 私はですね男3人兄弟の真ん中のでして次男でして上に2つ上の兄と下には3つ下の弟がいるんですけれども私はですねこの2つ上の兄が世界で一番優しいんじゃないかと思っていますで兄はですね、まあ、小さい頃からですねちょっと対人がすごく苦手で 家族の中ではよくしゃべるんですけれどもおまあ、えー、学校とかですねそういう場では、まあ、ほとんどしゃべることができなくてで、えーまあ、しゃべることができないだけならあれなんですけれどもいつもこう下を向いてですね口をちょっとこう半開きにあーっとこうして、えー、ずーっと黙っているような状況でしてでまあそういう状況ですのでもうお小学校の時なんかは特になんですがまあ学校の いじめの的になるわけですね、えー、小学校中学校校中僕はあの2歳差なのでよく兄がいじめられてるところに出くわすことが多かったんですけれども、えー、本当に全裸ですねもう靴下も履いてないような状態で廊下を走らされたりとかあもうありえないぐらいの荷物を持たされて、えー、しかもそれも帰り道とかではなくて学校の中でですね、えー みんなに小づかれてバカにされたりとかっていうようなシーンを何度も何度も何度も見てます。で、えー、僕はそういうこともあってですね中学校高校ぐらいまでですね兄のことをあまり、えー、よくは思って、えー、いなかったです。僕は小さい頃体格がすごく成長の速い子だったので身長もすごく高くて力もすごい強かったのでまあのー、まあ。えー 兄がいじめてられてるとですねその兄をいじめてる2つ上のおやつにこう飛びかかっていくような、えー、そんな幼少期でしたでその時もですねまあ兄がまあふがないから兄がまあ情けないから自分がそんなことしなきゃいけないんだというようなふうに思ってましてそれでまあ兄のことをあまりよくは思ってなかったというのがあります でそれがまあ大学に行ったりとかですね、あと大学を出てから、あ自分で会社を起こしてからですね、いろんな苦労することがいろいろありまして、でそんな時にですね、兄はああしたらいいとか、こうしたらいいとか、これがダメなんじゃないか、あれがダメなんじゃないかとかということを一言も言わずにですね、いつも僕のこう心に寄り添ってくれてるようなところがありまして。 そっからまあ兄に対してそう前昔まあよく思ってないかった時の申し訳ないなと思うようになったりとかしながら兄に対する自分の思いが変わっていったんですけれどもそんな折にですね母からえ幼少期の頃の兄と僕のエピソードを聞くことになりますでそれをお話を今からさせていただきます。 え小さい頃ですね、えー、僕は非常にまあやんちゃ坊主でいたずら好きだったんですけれどもある時ですね、えー、もうくちゃ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 たくさんガムを噛んでたみたいですねガムを噛んでそれを寝ている兄の頭にこうベチャベチャベチャーっと塗ったという事件があったということですで、えー、兄は起きて頭をこう触ってガムがベチャベチャについてますのでそれを触ってわーっと泣き出したんですね でその泣き声を聞いてうちのばあちゃんがバーッと飛んできてですねもう僕はその後こっぴどく怒られることになりますで兄もずっとやっぱりもう泣き止まないわけですねで、えー、ばあちゃんがあんたもいつまで泣いとるのって怒るわけですけれどもその時にですね兄がなぜ泣いていたのかという理由が判明します兄はですねガムを頭にべちゃべちゃにつけられてそれでびっくりして えー、泣いていててたのではなくて、えー、起きて頭にガムがついているのを触った時に僕がそういういたずらをしたということをまず察してで僕がばあちゃんに怒られるだろう母親に怒られるだろうということを感じてそして「とっさん怒るな」と「怒っちゃダメだ」って言って泣いていたんです。 僕はやっぱり兄が一番優しいいと思います兄はですね小学校の頃とあと中学校の終わりぐらいまでの記憶が現在1歳1歳というかもうほとんど9割5分9割5分ぐらいないですね。でそれは何でないかとまあ僕なりに推測するとですねものすごいほとんど毎日。 いじめられてたんですね何か多分されない日はなかったんじゃないかと思います。年月にして9年ですね約九いじめられ続けていたんですけれども兄はですねそれに対して多分憎しみととかか怒りとかっていうようよな感情が向かなない人なんですねなんで怒りとか憎しみを持つという代わりに記憶ごとおそらくそれをごっそり。 す。で,でかっていうとたまにですね小学校とか中学校の時の断片的な話を兄がすることがあるんですね本当に何年かに1回とかですけどでですね、えー、その時にああこんな人がそういえば小学校の時におったなとか中学校の時にこういう人がおったかもしれんなっていうようなことを思い出しながらたどたどしく話すんですけれども。 それは兄は笑顔でですね、えー、楽しそうに話をするんですね。ところがですね、えー、そのお兄が話すですね、ストーリーの中に出てくる人物というのは、えー、僕が小学校とか中学校でうちの兄貴に何すんだって言って飛びかかって言ってた相手なんですね。兄はそいつらがその人たちが アリのことを毎日毎日いじめていたという記憶がそもそも抜けていてその人たちがただの自分の中学校や小学校の時の一登場人物としか捉えていないんですね僕はやっぱりこの世で一番優しいのはアリなんじゃないかなと思います今ではですね僕はアリのことをめちゃめちゃ尊敬してます でめちゃめちゃ慕ってます。で兄の弟に生まれて本当に良かったなって心から心の底から思ってます。今日はとっさんのお兄ちゃんについてのお話でした。どうもありがとうございました。